じゃあ改めましておはようございます。今回まずはエグジリアを終えようと思っていましたが待ってなくて、あ、何これ、あ、ですからそのベルゼリアを始めようと思いました。待てなくて、はい。とりあえず始めましょうか。まずはニューゲームですね。どっちなの？バツなの？マルなの？そう、バツなんだね。コンフィギュレーション。はあ、ああ。私が弱いから、初めては、まあ、さすがにイージーにしましょうか。ショート、まあ、はあ、マップカメラ、じゃあまあ始めましょうか。あまり変わる必要ないし。ゲームスタート。ああ間違えた。バツだった。フェルベット、ここに隠れろ、フェルベット。俺はセリカを助けに行く。怖いよ、アザ兄さん。これを持っていれば大丈夫だ。リンゴ。セリカが魔法をかけてくれた。生きる勇気をくれるリンゴだ。本当？本当さ。俺が嘘をついたことがあるか？セリカを助けたら迎えに来る。いいか、怖くてもくじけるな。何があっても諦めるんじゃないぞ。絶対諦めないよ。私はラフィーのお姉ちゃんで、兄さんの弟子だもん。あ、絶対悪いこと起きたよ。エリカお姉ちゃん。おお、まずいわ。これはハンナ君に聞かれた、そのヴェルベットの弟君がその兄さんに殺されたってこと。どここれ。
いわ。あの日から世界は変わった。魔物に疲れた人は人間を食い殺す地獄に。絶望に凍りついた私の心が感じるのは、血まみれの肉の味とあの男への憎悪だけだ。起きて、ラフィー。朝だよ。あ、ベルフェットなんだ。おはよう。もう、ラフィーって呼ぶのやめてってば。子供っぽい。いきなり文句とは。調子いいかな？ちょっと熱があるわね。今日はおとなしく寝てなさい。ちょうど新しい薬が届く日だし。僕、岬に行くつもりだったのに。ダメ、今日は我慢。本くらい読んでも。ベルベットを困らせるな、ライフセット。そんなつもり。アーサー兄さん、もう巻き割りを？ああ、一冬分やっておいたよ。だが、出かける用ができてしまってな。薬の代金は少し待ってもらってくれ。なら、私が稼いでくるよ。ウリボアを何匹か狩れば、薬と交換できるでしょ。お前一人でか？アーサーの先君その1。作戦は堅実に、対応は柔軟に。別人みたい、その…弟子の腕を信じるとする。すまんが頼む。ごめんね、お姉ちゃん。ごめんもすまんもなし。家族なんだから、当然、でしょ。では、行ってくる。お粥を作ってあるから食べてね。夕方前に戻るから。わかった、気をつけてね、お姉ちゃん。ああ、その…動くのは左スティック、カメラ動きは右スティック。バツはキャンセル、丸は決定。ならなんでタイトル画面で。あ、もういいや。じゃあどこに行けばいいんだろう。あ、読めないや、字が小さくて。ウリボアの狩り場といえば、村の外の沈めの森よね。ラフィーの薬のため、気合い入れないと。どこに行くんだ。ああ、小さ。いらんわ。こっちかい。ほう。森に行く前にいろいろ買い足しておいた方がいいかな。お金に余裕はないけど、勝敗は
戦う前の準備で決まるって兄さんも言ってたし。そういえばアーサー兄さん、最近夕飯にあれを食べたいってリクエストしないな。いろいろ物騒で村の仕事にも駆り出されてるし、疲れてるのかな。よし、今晩はセリカ姉さん直伝のウリボアの肉たっぷりなのにさっぱりシチューにしよう。栄養満点のお肉を食べれば疲れも熱も吹っ飛ぶわよね。あ、違うな。スキットは三角のボタンなら、メニューは何スタート、スタートだ。アイテム術、あ、何これ、ライブラリー、そっか。ベルベット、あ、ベルベット、ほら、戻ろう。じゃあどこに行けば、違う、あれ、ずいぶん違うね。何これ、調べる。そっか、出よう。森に行くんだっけ。あ、マップガムに何かある。さすがに行けないか。調べよう。こっちしかないか。この辺りにいるはず。ウリボって、あ、なにこれ。ウリボはミッケ、あ、戦うんだいきなり。はい、わかった。あ、キャメラ動けるんだ。おー、そっか。はっ、しまった、はっ、しまった、はっ、しまった、はっ、えー、さあ、行くわよ。へい、へい、そこよ、はっ、へい、そこよ、せよ。あ、ずいぶんよく戦えるね。でもさ、別人な感じだね。よし、この調子で狩りまくるわよ。あ、違う、戻って、戻って。せ、え、マニュアルで、あ、違う、戻って。あ、こっちだった。
終わったっしょ。ああ、なんでさ、恥ずかしいわ。はあ、かっこよかった。守れって言ってるっしょ。守れって言ってるっしょ。攻撃来ないし。あ、なに。おいー、あー長っ。おいー、しまった、しまった。あ、守れって言ってるっしょ。はっ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 は。勝ったわー。戦君その2、敵を知り、その弱きを攻めろ。こんなものかな。あ、余計に長いわ。何？アップル組。最近例外がひどいけど、ウリボアの肉を町向けに売れるようになったのはありがたいわね。ラフィーと兄さんも村を挙げて飼育できればとか話してたけど、問題はウリボアの気性が荒いことよね。おとなしい豚と掛け合わせたらいけるかな。そしたら名前はブーリ。え、なんか臭そうね。あとはウリタ。うん、ウリタがいいわ。可愛いし、けど可愛すぎてちょっと食べにくいかも。なんで豚に名前をつけようと思ってんのさ。あっちか。ああ、まずは、ヒールの必要ないか。何？何？セーブかー。セーブしとこう。おう、じゃあこっちね。
ん？こっち見に回るかー。あい！こんなものかな。うん、これだけあれば薬と交換できそう。お店に持って行こう。ここになんか興味深い。危ないわね。また崩れて穴が広がってる。柵を作った方がいいって何回言っても、触れちゃいけない場所だからって。セリカお姉ちゃんにもよく脅かされたっけ。ここは地獄に繋がってるのよって。そんなの信じるほど、もう子供じゃないけど。あ、見えない。もういいや、行こう。じゃあ村に戻って、なんで帰ってあったっけ。椅子に戻ろう。で、あ、ここ行こうか。あ、行けないや。お前かい！戻ろう。あ、逃げようか。ここにも行けないか。またお前かい！あれ？あんたたちもしかして私が勝った売り棒の。上等だってこら。千君その三、剣を抜いたら迷うな。非常の戦いは非常をもって制すべし。待って、術、これにするわ。ごまかせ。何？新月。円月。消し。ここだね、消し。放っておこうか。あ、ああ。あ、昔の戦い方とは全然違う。
あ、これはいけない。タイマスの技。自負と不安、敵への同情、勝利の歓喜。お前は感情が豊かすぎる。それではいつか破滅するぞ。ああ、この子の長所でもある。分かってるさ。だがそれでは。兄さん、アーサーの戦訓その4だ。勝利を確信しても油断するな。はい。ともかくこれでライフセットの薬代を払えるだろう。売る方の売り場は俺が先に店に届けておこう。先に？会う予定だった知人が遅れていたな。おそらく今夜は帰れない。それを伝えに来たんだ。薬はお前が受け取ってくれ。うん。もう一つ、村の近くでゴーマの群れを見た。万が一襲われたら迷わず逃げるんだ。ううん、ゴーマが来たって私が。ゴーマと戦えるのはタイマシの力を持つ者だけだ。それが現実の断りだ。感情ではどうにもならない。私もなれないのかな、タイマシに。なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？なぜって、飛ばないと餌を捕まえられないし。タイマシになるには特別な才能が必要なんだ。だがそれを持った人間はもうほとんどいない。はい。明日はセリカたちの命日だ。なるべく早く戻るよ。うん、お姉ちゃん直伝のキッシュを作って待ってるから。あのウリボアたち、兄弟だったのかな。見逃してあげればよかったかな。けどそれじゃあラフィーの薬代払えないし。狩りのおかげで薬も買えるし、栄養だってつけられる。これは仕方のないこと、理性的な判断なんて。いちいち悩む時点で感情に振り回されてるよな。食料の買い出し？さ、そっちは狩りの帰り？うん、大量だった。頼もしいね。あんたが男だったら絶対惚れるわ。よかった、女で。女子ならもうちょっとおしゃれしなさいよ。使ってた櫛が割れちゃったのよ。新しいのは？そりゃ買いたいけど。おじさん、串乙女価格にならない？ん？いきなりなんだ。いいってニコ、今日はライフセットの薬を買いに来たんだし。ベルベット、アーサーにも伝えたんだが、例の薬まだ入荷してないんだ。え、なんで？もしかしてゴーマのせい？町の方でゴーマ病がひどくなってるそうだ。
この辺りもゴーマの群れがうろついているようだし。いつ届くの？わからん。届いたとしても値がいくらになるか。そんな、ミッドガンド王国は何やってるわけ？軍隊とかいるでしょ？そんなもの、とっくにゴーマに蹴散らされちまったよ。ここは大丈夫だよね。ベルベットのお兄さんは大魔師なんだし。どうだかな。アーサーの右手は怪我で動かんのだろう。そもそも自分の妻子も助けられなかったんだし。薬届いたら知らせて。ま、もちろんだ。これはサービスだよ。ベルベット、覚えてるよね。特製キッシュの作り方を教えてくれる約束。獣医ミネラルの人にプレゼントするってあれ？本気だったの？もちろん。お願いね。私の人生の一大事なんだから。けど、おじさんたちに反対されたんでしょ？周りがどう言っても関係ない。大事なのは、私の気持ちなんだから。いいこと言うわね。私が男だったら、絶対惚れるわ。でしょ？さあ、どこ行くの？ラフィー、お腹空かせてるだろうな。急いで帰らなきゃ。あ、家に帰るんだ。ただいま、セリカ姉さん。もう7年も経つんだよ。姉さんとお腹の子が亡くなってから。しまった、プリンセシアの花お供えするの忘れちゃった。姉さんもお父さんもお母さんもあの花が大好きだったのに。生まれてたらきっとこの子も。ごめんね、明日岬で摘んでくるから。おかえり、お姉ちゃん。ラフィー、寝てなさいって言ったのに。ちょっとだけだってば。ほら、熱下がってない。すぐご飯の支度するから横になりなさい。ごめんなさい。何これ？羅針盤。磁石を利用して方向がわかる道具なんだ。そんなの太陽や星を見ればいいじゃない。天気が悪くてもわかるんだってば。この発明のおかげで長い航海ができるようになったんだ。ほら、船が揺れても正確に測れるように、ここが動いて水平を保つようになってるんだよ。すごいでしょ？さっぱりわかんない。冒険の必須アイテムだよ。なんでわかんないかな。また今度ゆっくり説明して。怪我しなかった？怪我どころか大量だったよ。兄さんも言うんじゃないかな。そろそろベルベットは免許皆伝だな。で、アーサー兄さん、今日は帰らないんでしょ？なんでそれを？シアリーズが来て教えてくれたから。兄さんの精霊。あんた本当に精霊の声が聞こえるのね。うん、大魔師の才能なんだって。あんたなら兄さんに負けない大魔師になれるかもね。兄さんの本を読んでいろんなこと勉強してるし。そうなりたい。お姉ちゃんと一緒に旅をして不思議なものをたくさん見たい。狩りだって焚き火集めだって僕がやるし、ゴーマが来たって守ってあげる。
そうしたい。だけど。なってくれなきゃ困るよ、ライフィセット。あと20年後くらいで。そんなにかからない。じゃあ、しっかりしてることを証明して。まず、柔らかいミートボールシチューを作るから、食欲がなくても頑張って食べることで、苦い薬もごまかさずに飲む。できる？もちろん。じゃあ料理開始。まずは暖炉に火をつけてっと。じゃあ用事終わったから、違う。兄さんが作った薪って火付けが楽ね。何かコツがあるのかな。お姉ちゃん、シチューにほうれん草は入れないでね。好き嫌いすると大きくなれないわよ。そうだけど今日は仕方ないわね。今日は特別にほうれん草なしで、あんたの好きなカレー味にしてあげる。ありがとう。2階に兄さん特製のカレースパイスがあったわね。スパイスを探そうか。何？あ、これこれ。辛さはないけど、すごくいい風味なのよね。そうそう、今日ニコに重大な相談されちゃったの。今度うちに連れてくるからよろしくね。うん、相変わらず仲がいいね。まあね、あの子とは長い付き合いだし。それにしても、あのニコが恋なんて。ラフィー、あんたも好きな子とかできたら、ちゃんと私に相談しなさいよ。好きな子？あんたは意外に頑固だから、ちょっと年上がいいかもしれないわね。あと、料理が上手かどうかもポイントよ。上手な子なら、大体間違いないと思うわ。もう、何を言ってるの？お姉ちゃんこそ自分のお婿さんの心配をしたら。お婿？私はいいのよ。セリカお姉ちゃんの代わりにあんたとお兄さんのご飯を作らなきゃならないし、そもそもよその男の人を好きになるとかよくわかんないし。ラフィー、どうしたの？あ、ラフィーに、飛び降りる。どこなのかい？大丈夫？今水を持ってくるから。平気だよ。お姉ちゃんが変なことを言うから、ちょっとむせただけ。ならいいけど。ごめん、ちょっと話が飛躍しすぎたね。先が思いやられるよ。でも仕方ないのよ。弟の心配するのはお姉ちゃんの仕事みたいなものなんだから。わかってるけどね、弟だって心配してるんだよ。お姉ちゃんに幸せになってほしいって。僕だけじゃない、アーサー兄さんだってそう願ってるんだ。家族だからね。うん、家族だから。ありがとう、ラフィー。やっぱり私はあんたのためならウリボワを1000匹殺したって後悔しないよ。あっと、いけない。早く夕飯を用意しなきゃね。
あ、仲いい家族だね。私の弟は何いじめっ子だし、あ、違う。私もカレーやりたい。えらいえらい、薬もちゃんと飲めたね。約束したからね。明日は火の夜になるよ。そうなんだ、あの日と同じ夜に。ねえ、今日は一緒に寝てもいい？もちろん。干し肉を作って、とっておきのチーズでキッシュを。あれ、ラフィー？ちょっと、どこ行ったの？まさか、一人で村に？おお、熱下がってないかもしれないのに。ラヒー、ダメだよ、眠い。ラヒーを探そう。ないじゃん。おじさん、ライフセット来なかった？いや、シロンが。その本、兄さんの。ライフセットが書き写した写本だ。しかるべき商人に下ろせば高く売れる。正当な値で買い取らせてもらったよ。こんな分厚い本を。羅針盤、そうか、あれを買うために。いや、欲しそうに見てたけどな。おまけにつけてやろうかって言ったんだが、それじゃあ俺が損をしちまうって。いい子だが商売には向いてないな。じゃあ、あの子、お金を何に？俺は口止めされてるんだ。本人に聞いてくれ。ベルベット？ライフセットが出歩いてたけど大丈夫なの？大丈夫じゃない。どこで見たの？森の方に行くっぽかった。探すのを手伝うよ。お願い。ニコは念のために村の中を。私は森に行ってみる。もしかしてあの子、岬に花を摘みに行ったんじゃ。あのところか。喧嘩しろ、こんにゃろー。そこよ。
こんなものかな。ラフィー、お姉ちゃん動ける？熱は？平気、ちょっと休んでただけ。まったく、何してんのあんたは。黙っていなくなって動けなくなったらどうする気だったの？そうなったら苦しむのはあんただけじゃないんだからね。ごめんなさい。したいことがあるならちゃんと言ってよ。そりゃ欲しいものも買ってあげられない情けないお姉ちゃんだけど。違う、そうじゃない、そうじゃなくて、そうだ、お墓の花忘れてた。うん、だから僕岬に積みにだけじゃなくて海が見たいんでしょ。それもあるけど今日は特別よ。一緒に行こう。いいの？その代わり今度黙っていなくなったらベッドに縛りつけるから。はい。じゃあ岬へ出発。出発。さあ行くわよ。ここにヘイヤ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 、一気に行くわよ。ヘイヘイヤ、ここよ。まあまあね。さあ行くわよ。タウゼヘイヘイヤ、ここよ。こんなものかな。セリカお姉ちゃんたちのお葬式の朝も二人でプリンセシアを摘みに行ったわね。うん、4歳だったけどよく覚えてる。村にも岬にも花がなかったんだ。そう、ゴーマに荒らされたから。そしたら突然あんたが崖から降りようとして、お姉ちゃんは慌てて僕を捕まえてすっごく怖い顔をして怒った。当たり前でしょ。あんたまでいなくなったら私どうしたらいいか。アーサー兄さんがいるよ。お姉ちゃんのこともこの世界のことも兄さんがきっと何とかしてくれる。それはそうだろうけど、あんたがいなきゃ寂しいのは同じなんだからね。わかってる、ごめんね。でもあんたが降りようとした崖の下にプリンセシアが二つだけ咲いてたんだよね。あの時風がふわっと吹いてきてセリカお姉ちゃんと同じ香りがしたんだ。そうだったね。だから私は思ったんだ、あの花はお姉ちゃんからのメッセージだって。知ってる？プリンセシアの花言葉。かけがえのない宝物、いくいく年も健やかに。そう、私の気持ちも同じよラフィ。うん、僕もだよお姉ちゃん。優しい兄弟ね。リンゴラフィ、うちに帰ったらリンゴブー作ってあげよっか。リンゴブーって何？すりおろしたリンゴのことよ。小さい頃風邪をひくとセリカお姉ちゃんが作ってくれたの。甘酸っぱくて果肉がシャリシャリのトロトロで、それを食べるとすぐに風邪が治っちゃった。リンゴが体にいいのは本当だけど、どうしてリンゴブーなの？赤ちゃんの私がリンゴを食べたがってブーブー言ってたからだって。それでリンゴブーか。でもリンゴを見てブーブー言うなんて、お姉ちゃんは変な赤ちゃんだったんだね。あんたも赤ちゃんの時言ってたのよ。それを見てセリカお姉ちゃんと私は大笑いしたんだから。ブー
昔のテーズゲと違って、上下右左と違って、その普通のボタンを使うな。何？鉛筆使ってみる。いないの？こらー、勝負だ、こらー。こんなものかな。まあここに止めます。じゃあここに止めるんで、次よろしくお願いします。あんまり喋らなくて本当ごめんね、具合が悪くて。それじゃあ。